声出しにくここどうもお疲れ様です。まあ、ということで今回はほんまにご報告になっちゃうんですけれども、まあエブリンエブリンというね、ネルソン・マンデラみたいな感じの、まあ、エデン・エデンというブランドをね、やり始めたかと思うんですけども、なんと今回ついにエデン・エデン単独アイテム発売が今日のできます。かれこれほんまに10ヶ月ぐらいかかりました。一から自分で全部焼き遂げました。でほんまに YouTuber だからといって生半可な気持ちでここまでほんまにやってきてない自負がありますので、もう受けとか一切ないから、あれほんまにテロップで草みたいな、そんなんじゃないから。だいたい YouTube で新しいことやり始めたら、なんか歓迎されないことは分かってるんです。分かってるんですけど、それでもなお俺はやりたかったんです、どうしても。ということで、本日は僕が今までのちょっと10ヶ月練り上げてきた構想がついに形になったので、それをどうか皆さんぜひともご覧ください。というわけでメイクイットパスボビーズエデンエデンからペドペドピ。はい、ということでこちらが僕の寿司。はい、ということでこちらが僕の、子供たちです。正直もうインスタで死ぬほど、まあ、細かく説明してるんで、今回は、2分で全部紹介したいと思います。より詳しいサイズとかさ、説明とかをいろいろもろもろしていきたい方は、よかったらインスタの方を見てみてください。それではレッツよーいスタート。はい、というわけでまず1つ目の紹介はこちら、エデンエデンロゴビッグ T シャツでございます。これはですね、大変、色はとりどりの鮮やかでございまして、なんかもうエデンエデンを代表する、まさしくなんかもうザ・ブランドみたいな感じの一着でございます。でポイントはこの刺繍のこの色が、ここめちゃくちゃこだわってて、この刺繍とプリントと、こことか筆記体とか入ってて、地味にこだわってます。でも基本的にシンプルなので何でも合いやすいのと、あと生地もめちゃくちゃ砂漠で捨て込みの状態。基本的に大きいんで、基本的にめちゃくちゃ大きくつく、基本的にわあ全然紹介できない、やば。じゃあさ、ルーレットで決めていい？ルーレットでサイコロの出た目のかける10秒でいこう。ご紹介したのはこちらの、シンプルロゴ T シャツでございます。こちらですね、もう何といってもこの生地がめちゃくちゃいい、このたなびくような生地感がめちゃくちゃいいのと、あと色味ですね、色味が基本可愛くて4色展開になってまして、これ優しいベージュとこの水色のペールがマジでなんかいい感じになってます。プリントと刺繍になってるのが地味にこだわりポイント。次行きます、せーの、はい。ちょっと待って待って、マジで俺の半年の努力行きます、よーっと。続いてはロンティでございます。さっきの、長袖バージョンとなっておりまして、シルエットが特に可愛い、見てシルエットがとにかく可愛い、基本的に大きいからね、この袖とかの次こそまともなの声で行きます。3、2、1、はい。まあ許そう。もうね、自分が楽しいって一番大事。行きます、チーズで、よーいドン。はい、というわけで続いてご紹介したい商品はこちら、トゥルーポーン、スウェットピャということで、こちらですね、4色展開になってまして、ピンクサーモンにホワイトに黒に、こちらの
水色の方がございます。でスウェットのね、このロゴがここがおすすめで、ここがね韓国ファッションを思わせるようなこのロゴの入りがかっこよくて、このねオレンジのところがなんかいい感じです。ここはしかも色違いで、これ紫だったりとか、ここは水色だったりとかね、いろいろな、ワンポイントを楽しめるメゼックスの商品。一種の競技つらっ。ほんまにあのインスタとか見といて、ほんまにあの全然魅力を伝えきれてないんで、あ、概要欄にマジで文字を貼るので、よかったら見てください、お願いします。はい、それじゃあラストいきます。3、2、1、ポン。あー、くそ。まあいいや、40秒最後丁寧に紹介しよう。いきます。位置について、よーい、ドン。というわけで最後にご紹介したのはこちら、トロロチコン、ワイドビーズロゴパーカー、イエーイ。ということで、こちらはですね、こだわったテーマ、まずね、ここのね、ここのキラキラってところがとっても、山のふもと部分が、とてもね、こうルーズになっていて、なんかこう可愛いシルエットになっております。ここの玉にもね、可愛いと思います。で、生地もね、まあちゃんと分厚くって、着やすくてサラサラしてる生地になってます。で、サラサラと思いきや、ちゃんとフードがちゃんとボリュームがあって、しっかりこう立つ仕様になってて、形も綺麗になってます。で、ここのワンポイントももちろん可愛いです。刺繍です。で、いろんなこれね、ブラウンとホワイトとブラックがあるんですけれども、ブラックはもう全然伝えらんないよ。もうですけれども、僕は本当に10年間じゃ熱意を込めてやってきました。うるせえなお前、頼む。皆さんどうか、よかったらサイトの方見てみてください。よかったら概要欄の方を見てみてください。